5300円減ってないですね。そうね、この人でも今まで倍ぐらい食べてましたけど一食。あ、そうなの。はい、それが半分になってるけど体重はそう変わってない。抱き心地は明るくなってますけどでもなんか、はい、じゃあここ身体検査しますよ。こっちから行くか。はい、はい、いいね。登らない登らない登らない。この子のさ、心臓を聞いてもらいましょうかね。私ですか、うん、はい。普通の音はね、トクトクトクなんですよ、はい、すごい音してるんですよね、太鼓を叩くやつ。ちょっと一回こう消毒しておきますから。はい、ちょっときついかもしれないけど大丈夫かな。はい、ちょっと短めになってるんでごめんなさいね。聞こえる？トクトク。それがなんか一音がトなんだけど、それがザみたいな感じでザク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 って聞こえてます？これだ、それ心臓そうな。でこれがそこそこのレベルにあります。何だったっけ？だそれを直せって言われてもそれはなかなか直せれないんです。だけど今の薬飲むことによってちょっと血の流れを良くして心臓のそのロスを多少でも減らすことはできるから、それで何度か。すごいね、この子。気管支はじゃあまあまあいけるの、いけるんだ。大丈夫ですか。今回って1日2回の薬と1日1回の薬と2種類ですもんね。ステロイドまだ使ってないわけだから、ステロイド使わねえ治ったんだね、咳は。っていうと反対に言うとさ、その咳のほとんどが心臓が原因だってこと。でそれに、ね、気管支も絡んでると、これも薬だけじゃ効かないんですよ。多少は減ったとしてもね。そうするとステロイドも使わなくなってくるわけです。さあ、それであとは少ないからそう思って、もともと使ってたフード、はい、ちょびっと混ぜてもらってもいいですよ。はい、いきなり全体量が多分半分なので、いきなり変わっちゃうとさ、やっぱりね、あれって戸惑ってるんだと思うんだよね。口の匂いは急に優しいしね、私がね。あれ、4滴垂らせます？うん、何とか。で、これはできます？髪の毛、上はできますけど、下はできます。あ、本当、上、できるんだ。何秒ぐらいできます？何秒数えれないですけど、うん、5秒ぐらい。あ、もうちょっとできます。10秒ぐらい。
難しいんですよ。大人になってからさ、ぼーっとしてる時もありますけど。ごめんね。一連の流れで、それ後だ。ご飯から薬、歯磨きまで一連の流れで。なんか騙された気分になっちゃって。はい、どうぞ。あれ。大丈夫だよ。反応してくれない。そこじゃないよ。この間食べたの。でもね、食べてるよ。何でも食べますよね。そんなバカみたいな。今日はなんか違うね。気分じゃない。はい、ちょっとじゃあデンタルケアがどこまでできるかやってみますね。ちょっと下げるよ。はい、ごめんね。本当は咳取りした方がいいんですよ、うん、でもそんな心臓が悪くて咳してる、こう咳取りって麻酔かけなきゃできないからさ、やるタイミングではないね。ちょっと今咳がまあまあ収まってて、一般状態が安定してくれて、まあ、要は毎日うんこして、もうみんなに話したら、え、シュッとすんのって言われちゃって、しないよって思って周りに医療従事者が多いので。あ、そうなんですか。8歳。そう、ベンチ管軸ってそういう手術あるんですよね。やってました。ワーファリンとか飲んでるのとか言われてて、ワーファリンは飲んでないよとか言って。私はでもできないんだけどさ、っていうか、ね、ワンちゃんではなかなかできないですよね。怖いですよ、かえってそれで行っちゃったら嫌だし。滑ってるよ、滑ってるよ。まあ、とにかくね、強くやったら出血するから、うん、優しく撫でるようにね。とりあえずまず歯の外側だけ。あれか、あれこうじゃん、最高だよね。あの裏側もやれるじゃん、ちょっとだけ。それはちょっと油断して口を開けちゃったんだよね。ちょっとやれるじゃん。ちょっと口開けちゃったのかな。やってしまったと思う。これもさ、心臓病の進行を抑えるのに大事なんですよ。お口が匂わないように持ってくるっていうの。偉いね、本当にね。ごめんね、だいぶできるようになってるじゃん。よし。さて、ちょっとスーパーライザー持ってきて。ちょっと血流すぐ終わるからね。そう、1分口目隠しして、口とあと胸気管。もう動かなくなってきました。大丈夫です。注射器って何本か出したんですよね。あ、4本。で、絶えず使ってないのが1本あるようにしてくださいね。いつ壊れるか分かりません。お湯使うと動かなくなるから、どこでも動かなくなる。お湯ちょっとぐらいあってかくても、それは大丈夫ですよ。お湯使うと動かなくなる。めちゃくちゃ熱いのだとね。それでもだって、煮沸して使ってますよ。あ、そうなんですか。煮沸って100度以上で10分以上。肛門線はその後出してないですか。私この人大暴れするんで、私できない。できない。いつも取りますのでお願いした。もともとでも溜まりやすいみたいです。程度も変えてと、ちょっと下手って変えてやると、自分もこうやって、はい、こうやって、テレ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 。で、お尻を上げて、いきますよ、ちょっとこれぐらい。ごめんね、肛門出して。カチカチ。いや。あ、そんな溜まってない。あったかいんだね。ちょっとお尻拭きます。恨めしいかもしれない。ごめんね、ちょっと嫌だったよね。ごめんね。
そうね、ギュッてやったからね今。いや出ないからさ出るかなって思ってやったら出んかったから。ひどいね、それはひどいね出し方が、いやいや出し方が悪いかなと思って、もうちょっとだけ力入れて違う意味で痛かったこの間だけどめっちゃ気が出たんだよね、この子。本当にトリミングが頼んであった週だったので一番頑張って弱い。オッケー、いいっすよ。はい、じゃあリードつけてくださいな。出て、まあ食事はね、なるべくできれば8割か9割型心臓病食にしといて、もともとのやつを1割か2割混ぜて、はい、そんな感じでやってください。ついて何週割、はい、2週咳ないんだったら薬2週出します、はい、ただもし咳込むとかなんか他に一般状態良くなかったら途中で相談してください、はい。昨日、腕が痛かったのか、はい、ヒッて泣いて、昼からでも、夜に、なんかちょっと抜けたのかな。え、なんかそれ、かばってました。かばって、動かない。動かない。ずっとしてて、で、結局、夜、はまったのか、動き出しました。膝？後ろ足？白っぽかったですけど、ちょっと膝チェックしてみた。